た時代なんですけども、いやー、あの、花田ちゃん知らないでしょ、グループ系。生で見た？見たことないです。ないでしょ。ごめんね、私ね、しかもここにいるうちのどのぐらいの方が知ってるのか分かんないですけども、筑波サーキットわかるよね、はい、筑波サーキットでグループ A やってたの想像つかないですよ、はい、あのちっこ、はい、あのちっこいサーキットでグループ A もやって F3 もやってっていう真夏の大イベントがあったのね、はい、私はもう忘れもしませんがデビューは87年なんですね、はい、そう87年のレースト日本というねグループ A があって F3 があってプラスワンメイクレースがあってっていうところのワンメイクレースにデビューしたのがあの一番最初なんで、はい、その時に、多分まあ、もちろん他社のメーカーとかでも、某 M メーカー、はい、今ではあんまり街中で見なくなったスタリオ君とかさ懐かしいでしょみたいなのが全身ダンスのところっていうのをグループ A 時代に知っているので、そこからあのレース